はい、どうも、パンチョです。じゃあね、最後この動画では、まあ最後ぐらいちょっとね、なんだろう、この心洗われるというか、ちょっとなんかニュアンス違うな。まあそれでもなんかほら、どうしてもこの不愉快で腹立たしい嫌な気分になるニュースがね、まあ取り上げる、このピックアップするネタとしてね、この多いんで、最後ぐらいはなんかこうちょっとね、そうじゃない感じでいきたいんで、うん。で、何かっていうと、まあ改めてね、この安倍元首相が、まあ、最初、そうだな、まあ、この叙勲ね、11位、あれ、これはニュース見られましたかね、うん、11位、あと、大勲位菊花大、受賞を贈られるっていう、そういうお話ですかね。まあ、文字通り歴史の名を残したっていう。まあ、本当に伝説になってしまったっていう、そういう話ですかね。あとはまあ、その通夜にね、とてつもない規模の参列者が訪れたっていう話だったりとか、あとはもう世界中から改めてね、まあ、例えばトランプ前大統領は、もう安倍さんのこと本気でね、好きだったみたいで、まあ、どちらも在任期間中からね、ちょっと仲良すぎじゃねみたいなことはずっと言われましたけどね。うん、で、まあ、この葬儀に出席を希望してね、安倍さんのこの親族、奥さんなんかとこの連絡をこの取り合ってたりとか、ただこのイバンカさんとかもね、あのコメントを発表してたりとか、まあ、イバンカさん相変わらずお綺麗ですけども。で、まあ、この増上寺でしたよね。なんかこの焼香するまでこの並んでる間、安倍さん夫婦のこのピアノの演奏がなんか流れていたらしくて、よりなんかこう、知ってる人は涙を誘ったそうなんですけども、あとはまあこの世界中からね、この死を悼む、ね、この追悼のメッセージとか、なんか意思表示、ライトアップとか、ね、台湾の話はね、昨日させていただきましたけど、このオーストラリアもね、あのほら、有名なオペラハウスあるじゃないですか、あれがなんかこの日の丸にライトアップされて、まあ、安倍元首相哀悼の意を表してっていう、なんかそういうなんかメッセージをね、オーストラリア の, あのオペラハウスですよ、うん、だったりとか、あとまあこの台湾 の,、この副総統ですかね、がまあ訪日されて、だからこの一応この建前上ね、日中国交正常化の後、日台断交っていう形になっちゃったんで、ね、その後で最高位の方が日本を、ね、弔問に訪れたと。台湾の副総統が日本入りですかね、うん、っていう話だったりとか、あとローマ法王ですかね、ローマ教皇も安倍元首相のこの死を追悼するメッセージを、出されてたりとか、すごいですよね、うん。まあ、まあ今のところ、ね、一回ちょっと、ね、確認したことあったと思いますけど、もうほとんど、ね、この文献みたいな、ね、ただこの金目当ての、この揺すってたかられる、ね、あなんかこう世界リーダーみたいな、あんなんとはもうレベルが違って、次元が違ってね、もう、もう本当になんかし、まあ、当時から言われてましたけどね、在任期間中にも言われてましたけど、なんか神羅万象担当世界大統領みたいな、ね、そんなことはもうなんか冗談っぽく言われてましたけど、いや、本当になんかそんなレベルじゃねえのっていうぐらい、世界中からね、世界中からお悔やみがものすごい、あちこちから、量集まってきてるっていう。で、まあ、各国の反応ですよね。まあ、中国の習近平、国家主席だったりとか、まあ、両国関係改善に向けて努力し有益な貢献って言ってましたっけ。で、まあ、あとトランプさんも、全世界にとって衝撃的な損失だと、クアッド首脳連名で追悼声明出してたりとか、あと、まあ、バイデンさんはアメリカの日本大使館に弔問に訪れてるんですよね。で、世界の損失だと。で、まあ、アメリカ、なんていうのかな、この安倍元首相は同盟強化や開かれたインド太平洋に貢献したと。で、まあ、台湾、最も高い、あの、有名なこのビル、台北のね、安倍元首相追悼メッセージとか、と、まあ、海外メディアもね、うん、各国のメディアがもう特設ページなので、まあ、詳しく報じてますよね。速報も飛ばしてましたし。あと、まあ、オバマさん。ね、アメリカのオバマ元大統領も、長年のパートナーだと。非常に悲しいと。
で、あとこのブッシュ元大統領も思いやりのあるしっかりした人物って言ってたりとか、あとドイツのショルツ首相は深い悲しみ、ドイツは日本に寄り添うと。なんかドイツ、なんかこのあるメディアがなんか変なおかしな表現をして、ね、ドイツ国民からなんかこのドイツメディアが、ね、日本に対して失礼だと、ね、不謹慎だぞって、なんかちょっとプチ炎上みたいなことになってましたね、そういえばね。ね、あ、そうそう、なんかこの極右みたいな表現をして、うん、ね、イタリアのドラギ首相が革新的な精神、偉大なリーダーだったと。で、フランス大統領府も日本国民および政府との連帯を表明し、あと、まあ、エリザベス女王もね、天皇陛下宛に、まあ、弔意を、ね、伝えるメッセージを送ってたりとか、であと、まあ、イギリスのこのジョンソン首相は、信じられないほど悲しいと。で、インドのモディ首相も、言葉にできないと、衝撃と悲しみだと。で、ロシアのプーチン大統領もね、偉大な政治家の命が奪われたと。で、まあ、とある半島のあの国のユン大統領も遺族と日本国民に哀悼の意を伝えると。で、台湾の蔡英文総統は言葉にならないほどのショックだと。あとインドネシアのこのルトの外務大臣かな、早すぎる死去、心から哀悼の意を、表すると。で、トルコのエルドアン大統領は忌まわしい攻撃した人物を非難。で、フィリピンの、ボンボン・マルコス大統領はご遺族と日本国民に深い哀悼の意。で、フィジーの、バイニマラマ首相、とても悲しいと。で、イスラエルのラピド首相もイスラエルとの関係を率いたと評価。で、ウクライナのゼレンスキー大統領は暴力行為に言い訳の余地はないと。で、ブラジルのボルソナロ大統領は激しい怒りと悲しみを抱いていると。で、まあ、NATO の事務総長や、EU の委員長だったり、国連のこのグテーレス事務総長もね、いつまでも忘れないと。で、WHO のこのテドロス事務局長までね、悲劇的な死を深く悲しんでいると。で、もうタリバンまでね、日本国民にとって大きな損失だと。日本国民を気遣う、ね、タリバン政権。ちょっとなんか不思議な感じですけども。まあ、改めてですけどね、まあ、今のこのね、各国首脳だったり、要人のこのコメントだけ見ると、なんか変な話、本当、安倍元首相のおかげで、もしかしたら世界は本当に一つになれたかななんていう気がするぐらいね、やっぱすごいなと、改めてですけど、まあ、もうご冥福をね、お祈りするしかないんですけども。だから、そう考えるとさ、わかんないですよ、ね、社交辞令っていうのもね、含まれてるっていうのは承知の上でね、それでもですよ、ね、日本国内のこの反日特定野党界隈なんかのね、このパヨった連中、テレビア連中なんかの、ね、心ない、ね、もうまさにこれ本当に人間かっていうようなね、コメントを発してるやつらも何人もいたじゃないですか、あんなんと比べ、もう比べるまでもないですよね、ね、な、森かけ桜、森かけ桜ね、連呼していたこのね、野党議員なんかに、まあ、比べるのも失礼なレベル、もう次元が違いすぎて、ね、なんかもう被害者ずらしてさ、朝日毎日トンキンなんかは闇に葬られたみたいなこうね、捨てゼリフ吐いてましたけども、アホかと。まあね、11位ね、で、なんだっけ、大勲位菊花大綬章でしたっけ、となったらもう国葬しかないんじゃないですかって思いますけどもね。どういうわけかな、このね、どっちもなんかトレンド入りしてるんですよね。安倍さんをこの国葬賛成っていうのと、国葬反対っていうのが、どっちもこのなんかトレンド入りしてるって、なんかもう日本社会って本当気持ち悪いところ、気持ち悪いっすよね。なぜこの亡くなった人をね、なんか安らかにとかね、そういう感じでね、この送ることができないのか。ね。ちなみにこのなんか、11位、大勲位菊花大綬章、授与、これ歴代総理首相でいうと4人目ですよね、吉田さん、佐藤さん、中曽根さんに次いで4人目だそうです、まあ、どうぞ安らかに。いや、他にそれ以外ないっすよね、普通はね。なんでこうね、森かけ桜とか出てくるのか不思議でしょうがないよな、本当。マジで日本去ってほしいよ、そういうやつら。ということで、今回以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。